者を持つ生物のディストピアと戦っていこうか。愛しの君たちもいたと思うよ。Bye.
してこうなったんだろう、何が良くなかったんだろう。私は嘘つきで感情ないのに、思考回路を辿ってみても過去の私なら、そんなこと言ってないよ。ちょっと不十分、社会に取り残されても捨てないでくれたね。
ク担当ザキミクです。バイオレット担当セイントエマです。緑担当ユミナミユミナです。はい、本日お休みなんですが、黄色担当ウサキリナちゃん含め5人でセンメツのディストピアです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はご担当 G2 さんにお越しの皆さん、そしてアイクロに配信をご覧の皆さん、生きてますか？生きてますか？起きてますかって言おうと思ったけど、見るからにみんな起きてるから、とりあえず魂抜けてないかなと思って確認をさせていただきました。ね、朝っぱだから。そうそうそう。ね、25分間も僕疲れた。ありがとうございます。ちょっと疲れちゃった。全然って言ってる。あ、ほんと？まだ遊び足りないみたい。はい、そんな感じですね。僕たちはネオビジュアル系アイドルをコンセプトに活動しております。はい。で、次のライブの告知、じゃあねるちゃんお願いしてもいい？明日なんて私の顔を見るじゃん。お客さんの顔だよ。明日の五反田 G プラス上ね、あのいろはにさんの主催でね、事務所のいろはにさんの主催で行いますので、夜だって、みんなカモン。そんな感じです。お願いします。はい、そしてですね、アコール姉さんには何度も出演させていただいた僕たちの、あの、あれよね、あの、ね、あの歴史がね、他の楽曲そうもあるので、ぜひあのそちらもね、ご覧いただけたら嬉しいなって思います。お願いします。歴史ね、りなちゃんも映ってるので、ぜひ今日、りなさんってどんな子なのかなって思った方は、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いします。はい、はい、それでは並行物販がすぐありますので、髪も新しくなった。そう、髪がフライヤーって言って、そう、フライヤーね、髪が新しくなっていますので、皆さん取りに来てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは以上、私たち殲滅のディストピアでした。ありがとうございました。